それではただいまからチームの定例記者会見を始めます。よろしくお願いします。それでは定例会見を始めます。まず最初に、この夏は熱中症にご注意というお知らせです。残念なことに今年の夏に入って県内で熱中症だと思われる死亡事例が2件発生をしています。いずれも高齢者の方です。そして一つの事例は屋内で、そして一つの事例は屋外で、外で野外で発生しています。また対応もいろいろです。この屋内で発生した事例は夜遅く、夜の23時21分に80代の女性が自宅のトイレの前で意識を失っておられました。もう一つの事例は、これは昼の日中、昼の12時34分にやはり80代の方が草取りの作業中に倒れて意識を失われました。このように熱中症というと海でだとか昼間というイメージありますけれども、もちろんそういう事例もありますけれども、そうではない事例も発生しています。去年と比べてみます。とまずこれが気温なんですけれども、青い点線が去年の気温、そして赤の点線が今年の気温です。でこうして見ていただきます と去年は梅雨明けが早かったので、その頃には去年の方が気温が高かったのが分かります。そして今年はこの7月の後半に入ってきますと、去年に比べて今年の方が気温が高くなっているという様子がうかがわれます。で去年も梅雨明けにはこの熱中症疑いによる救急搬送者、これは実践のグラフになってますけれども、その青ブルーの数字、大体ピーク時で1日に12人の方が搬送されるということが起きていました。今年の数字はこの赤の実線です。で今年は梅雨明けが遅かったんですけれども、ここで梅雨明けしてますけれども、一番ピークの時で大体16人ぐらいが搬送されています。そしてこのブルーと赤で比べていただいたら分かりますように、今年は非常に搬送件数そのものが増えていっています。7月31日現在でも大体12人ぐらいの方というので、去年はその時点では8人でしたので、非常に高くなっているということが言えます。去年に比べて、救急搬送される熱中症ではないかということで救急搬送される方の数が間違いなく増えているということです。で年齢別に、主な事例や気になる事例で申し上げますと、この乳幼児の方が昼間の2時に15分ほど車中に放置をされて、熱中症になられました。また少年というのはこれ18歳以下の子どもという意味ですけれども、部活しているときに外だけでなく体育館などでも発生をしています。また大人の方については作業中はもちろんですけれども、作業が終わって帰宅されてしばらくしてからでそういう発症したというケースもございます。また高齢者はもういつでもどこでもという感じです。とにかく非常に可能性があります。そして意外と思われるかもしれませんけれども、実は家の中、屋内での発生率が全体の約 40% を占めています。熱中症イコール屋外と思いがちですけれども、家の中とか体育館とかいろんな施設とか屋内でも全体の 40% 発生しますので、決して侮ってはいけないということです。そこでなんですけれども、改めて皆様にお願いしたいのは、まず乳幼児については絶対にとにかく目を離さないでほしい。で車中で放置するのは絶対にダメです。でエアコンをつけててもエアコンがうまく機能しなくなったりとか、あと赤ちゃんに変化があった時に対応できませんので、こうしたことを絶対に行わないでください。それともう一つがベビーカーでの外出です。これは朝早くか夕涼みの後にお願いします。それは日中に出かけていると、特にアスファルトの場合、アスファルトというのは地面に近いところが非常に温度が高くなっています。ベビーカーは大人よりもアスファルトに近いところに子どもがいますから、子どもが感じている体感の温度というのは非常に高くなっています。でこうしたこともありますので、ぜひベビーカーで出かけられるときには朝早くか夕涼み、そして子どもというのは非常に地面に近いところにいるということをぜひ頭の中に入れていただきたいし、そのことをぜひ
皆様に知らせていただきたいと思います。次が少年です。これは男女関係なく18歳以下ということですけども、まあ、こう非常に新陳代謝も激しく身体の調節機能も盛んな時期でありますけれども、環境が変わるときにこうした熱中症が起こりがちです。合宿の初日でありますとか練習後の休み明け、こうした体の調子が変わるときが要注意です。また新入生などは暑さに慣れていないという点もございます。スポーツをしているときには、まあ、水分と塩分これを合わせて、補給するということで、まあ、一番典型的なスポーツドリンク、あるいはクエン酸の入った梅干しとか塩飴とか、こうしたものを頻繁に摂ることをお勧めします。また大人については、一般的な大人については、まあ、これは無理をしないということにつきます。体調や持病というものをもう一度確認をするということをお願いしたいと思います。そして高齢者、高齢者は例えば喉が渇いたという感覚もこういう少年や成人に比べるといささか鈍っているケースがよくあります。ですので本当は非常に体が水を欲しがっているにもかかわらず、そのことが信号としてうまく伝わっていないということがしばしばあります。ですからもう1時間に1回とか30分に1回とか、喉が渇いているかいないかにかかわらず水を飲むとかお茶を飲むとか、そういったこまめな水分補給をぜひお願いしたいと思います。また今年は節電の夏でありますけれども、どうか無理な節電はしないでいただきたいと思います。暑い寒いと思った時にはそれに合ったような形でいろんな冷房器具も使っていただいて、自分にとって快適な環境をぜひ実現していただきたいと思います。室内、そして夜間、まあ、こういったものを日頃起きないと思いがちですけども、ここういったところにおいても熱中症が起きているということを高齢者の方にはどうかご理解いただきたいと思います。ただそうは言っても熱中症は先ほど申し上げましたような適切な予防をすれば防ぐことができるものでございます。ぜひとも県民を挙げてこの熱中症対策をしっかりやって夏を乗り切りたいと思います。次が UI ターン型の職員採用試験のスタートのお知らせです。来週8月7日の火曜日に受付を開始します。この UI ターンの人材育成制度の職員採用制度は数年前から始めておりまして、毎年この時期に募集を行っています。今回は民間企業などの職務経験者を13人、そして JICA ボランティアをはじめとする国際ボランティアの経験者を1名程度採用することにしています。民間企業等の等といいますのは、実は国の機関や佐賀県ではない地方公共団体の機関も含みます。こうした佐賀県庁以外の国や地方公共団体の機関で働いている人も含む、まあ、いろんな経験を持った人を我々は募集しているということでございます。これまでの採用者で今活躍しておられる方の一つの例を申し上げますと、前職が広告代理店で CM 制作をやっておられた方というのが現在文化課でフィルムコミッションの担当をされておられます。まあ、そもそもいわば向こうの業界出身ということもありまして、なかなか入り込めない業界のネットワークよくご存知で駆使されています。このロケ地を探す立場での経験を生かしながらやっておりまして、まあ、例えばなことなんですけども、ロケに来られた時のお昼ご飯というのは一般的には弁当を出すわけですけども、それよりもこうケータリングサービスであったかいものを出すと喜ばれますよとか、まあ、そういったことをはじめとしてきめ細かな経験を生かした提案をしていただいておりまして、佐賀県は非常にこういう CM の撮影だとか映画の撮影にやりやすい環境だということを評価をいただいています。ちなみに今年公開されました僕たち急行 A 列車で行こう、これは今里の駒なき駅が舞台になりましたけれども、これは撮って終わりではなくてロケ地ツアーの企画、DVD のプロモーション制作支援、こうしたことも行いました。でこうしたことを行うことによって次もまたさらに何かお願いしたいという話も来ているところでございます。また前職が日系企業 の中国における事業所で働いていた職員については、特に人とのつながりが重要視される中国における幅広いネットワークを使っております。そして、まあ、中国というのは失敗例もたくさんあるところでございます。
いい事例、失敗した事例、まあ、そういった事例を県内企業に紹介しながら、検査品の輸出や県内企業の進出についてサポートをしておりまして、実際に企業が行くときには自分もついていって、それでいろんな商品の説明のお手伝いをするといったことなどもしているところでございます。また前職が広告代理店、そしてフリーランスのライターだった職員については現在危機管理広報課で県民頼りなどを担当しておりますけれども、こういうフリーランスライターや広告代理店の勤務の経験から、できるだけ分かりやすい言葉を使って表現をするということで、感性豊かなコピービジュアルを提案していただいているところでございます。また昨年この佐賀県プロモーション DVD を発表いたしましたけれども、これなどもこの職員の力が十分に発揮されてこうしたことになったものでございます。このような形で中東採用でキャリア採用で入られた職員も我々の仲間として活躍をしていただいております。社会全体が多様性を増していく中、県庁職員のダイバーシティというものも大きく求められているという考え方のもとに、我々はこういう採用を行っております。ぜひたくさんの方々のご応募をお待ちしております。アジア最大級の食品展示会でありますフードエキスポ2012に佐賀県として初めて参加をいたします。フードエキスポといいますのは、これ香港で開かれております、食品の見本市展示会でございまして、それの2012年版でございます。8月の16日から20日までの5日間、約1000の企業団体が参加をする予定でございまして、総来場者数は39万人、そして今年初めてでございますけれども、このフードエキスポにおいて、パートナーシップを持った国というものを選定しようということで、その第1回として日本が選ばれました。ですので日本の各自治体にたくさんのオファーがございました。日本からは33都道府県から225社団体が参加をするものとなりまして、いわば日本食の強いフードエキスポになっております。パートナーシップカントリー制というのが先ほど申し上げたものでございまして、特定の国にスポットを当てたプロモーションイベントで、その最初のパートナー国として日本が選ばれました。また関係するイベントとしては、日本食品や日本酒を PR するジャパンレセプション、日本企業の提供による食材を使った中華料理のフルコースに日本酒を提供する、この中華料理なんですけども、あえて日本酒を提供するという招待制の晩餐会、ガラディナー。ガラディナーというのはクリスマスとか大晦日とか特別な日の大切なディナーという意味の言葉なんですけども、そういう非常に名誉あるバーだということでございます。また一般から来られた方を対象にした調理パフォーマンスや試食会も行われます。そして佐賀県は香港代表事務所の開設をいたしましたので、香港での県産品、佐賀牛をはじめとする県産品をより一層販路拡大につなげていこうということで、これに参加することといたしました。そして佐賀牛をさらに認知度を高めていくということと合わせて、昨年のアイラブシーでチャンピオン酒を受賞した鍋島大吟醸を生かして、佐賀の美味しい酒をこの場でアピールしようということにしております。で、佐賀県の参加の具体的なものとしては、商談スペースで佐賀牛の試食や商談を行います。そして先ほど申し上げましたこのガラディナーにおきまして、いろんな候補があった中、乾杯のお酒として鍋島大吟醸が選ばれました。そしてまたこのディナーのメインディッシュに佐賀牛が使われることになりました。こうしたことについては香港代表事務所が事務所を挙げて営業活動を行った成果でございます。こうしたことを通じて香港において佐賀牛が一層多くの人に知っていただくようにというのと、大変に素晴らしいものなんだという、そのブランドをきちっと固めていきたいということと合わせて、佐賀の酒をいよいよこれから香港に向けて進出していきたいと考えておりまして、それに向けた第一歩、キックオフと考えているところでございます。このほか香港におけるお酒の展開として、9月の6日に香港日本人クラブにおきまして、佐賀県の酒造組合やジェトロ福岡佐賀県が共催をして8つの蔵元が参加をして、日本酒の商談会を行います。また先日は古川国家戦略担当大臣と私が対談を行いました。
その中でもこの黒酒というのは日本で作られたお酒ということですけど、私どもは主に日本酒をイメージしておりますけども、これを大いに国外にも輸出をする、あるいは海外から来られた方々にインバウンド戦略としてこの日本酒を楽しんでいただくということについて意見交換をしたところでございます。これからも県として関係団体と連携しながら県産品の輸出促進に取り組んでまいります。災害対策の専門研修トップフォーラムインサガを行います。これはどんなものかというと、私も出るんですけど、県のトップや市町のトップに対して災害時にどのように行うかということのフォーラムでございます。今年は8月31日の金曜日に午後1時から5時10分佐賀県庁で行います。私そして防災官であります牟田副知事、山崎総合防災統括官が県からは参加をいたしまして、新町からはすでに8人の市長さんで、6人の町長さんからはご本人の出席に返事がございました。それで内容なんですけれども、この災害対策本部と本部長となる首長が災害時に何をしなければならないのかということについて分かっていただくというのが目的です。で、内容は大きく2つに分かれております。そして1つが講演、第1部が講演で第2部が演習でありますけれども、今回はこの演習を初めて行います。で、この県そして市町長で班を編成しまして、班の各メンバーが災害対策本部長の立場として、こういう状況が与えられた時にどうしていけばいいのかということを考えて実行するということでございます。この演習形式での研修は今回が初めてでございます。私も参加するのは今回が初めてでございますし、これはちょっとすみません、市長さんのしか書いてありませんけれども、こういういろんなテーブルに知事、私や府知事、そして町長さんたちもいらっしゃった中で、議論をして進めていくということで、最後に模擬記者会見が行われる予定になっております。これがさらに主な細かな内容でございますけれども、これはちょっと省略をさせていただきます。ということで、今年佐賀県内でも大雨などがありました。災害時にトップがどのように対応していくのかということが問われる時代になっていると思っているところでございます。すみませんです。以上でございます。